どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん、音楽やろう。本日のテーマソングはこちらです。ドン、エメの片思い。こちらの切ないラブソングをこちらのウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。簡単バージョンとはいえ、この曲はですね、皆さん曲を聴いて聞いたことある方だったらわかると思うんですけど、言葉がもうさささとこうね、流れていく、ラップとは言わないんですけど、本当不思議なこう、なんていうの、言葉のね、こう乗せ方がすごい、まあ難しいというか、かっこいいんですけど、そこがキーポイントになる曲です。はい、それでもやっぱ2バージョンやりますよ。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にしたガズレレ流シンプル簡単バージョン、4つ弾きでやります。後半はですね、あのかっこいい、この止まってるようなリズム、こんな感じで再現してみようと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん、音楽聴くのもいいですけど、やるのもっと最高です。今時間がある。この時期にこそ音楽始めましょう。音楽が諦めた方、やってみたいけど私は不器用だと思って諦めてる方、そんな方が今どんどんこのガズレレ YouTube を見て音楽ウクレレで始めてます。これね、超簡単なんですよ。どんな方でもあれよあれよと音楽が始められるプログラムをガズレレでは持ってます。はい、じゃあ楽器触ったことない人がすぐできるプログラム、ここにリンクありますよ。いってらっしゃい。クリック。言ってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる思いのジャンルの曲がもう1200曲のウクレレレッスン動画として1200曲ですよ。もうすでにアップロードされております。最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和の夏める歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、ありとあらゆる音楽をウクレレで簡単に弾いて歌おう。これがまた楽しいんですよ。ぜひ皆さんやってください。それではエメの片思い、まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョン、ゆっくりバージョンでやってみようと思います。1、2、3。例えば君の顔に昔よりシワが増えても、それでもいいんだ。僕がギターを思うように弾けなくなっても、心の歌は君で溢れているよ。高い声も出せずに思い通りそれでも頷きながら一緒に歌ってくれるかな。我ばかりの波中も響き渡る歓声もいらない、君だけ分かってよ、分かってよ。 Darling, 夢が叶ったの、折り合いの Darling, 夢が叶ったの、愛してる。たった一度の、たった一人の、生まれてきた幸せ始まってるんだよ。今日がメインティッシュで、終わりの日には甘酸っぱいデザートを食べるの。山も谷も全部フルコースで開きくような、言葉はいらない、素晴らしい特別もいらない、ただずっとずっとそばに置いていてよ。僕の思いは年を取ると増えてくばっかが好きだよ。分かってよ、分かってよ。ねえ Darling,たの折り合いの言葉が見つからないよ。 Darling, 夢が叶ったのね。 Darling, 愛してる。せーの、エメの片思い、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってました。いやー、今の聞いていただいて分かったと思うんですけど、もちろんショートカットバージョンです。フルでやりたい方、コード進行一緒ですので、3番のところ、こう、がっつり書き出してやってみてください。動画のテロップとしてなんとかできた方、これ、言葉ね、さっき見たけど、載せるの難しいですけどね、なんとか動画でできた方も、やっぱり自分でノートとか紙に書き出して、ご自身だけで演奏できるように、やってみましょう。その時の参考になるように、ガズのノートを写したいと思います。はい、ここ1番です。ですね。
一時停止してメモってもらいたいんですけど、ここね、ここに点が書いてあるの分かりますかね、ちょっとちっちゃいけど。この点でね、ガズはリズムも測ってるんですよ。で、これも参考になるし、あとですね、よく見ると漢字のところがね、結構ひらがなで書いてるんですね。その、早いところでは、その、漢字で書く一文字にこのピンポイントでタイミング合わせるみたいな感じでやってるんで、まあ、もしこれが参考になればこういう書き方もありますよということは一例です。ちょっと見づらいなという方は、さっきもちろんさっきの YouTube の動画を一時停止してもらって書き出してもらってもいいと思います。あとですね、こういう、ここに下に矢印が書いてある。これはシンコペーションといって、後のかっこいいバージョン、後半のかっこいいバージョンでやるんで、これ後で解説していきます。はい、そしてここが、この人形がサビなんですけど、ここがまたキューンとするんですよね。これがかっこいいの。はい。そうなんですよ。ここがかっこよくて。で、ここはちょっと見てください。ここ。ラスト。これ繰り返しになるんですよね、サビ。2回目のサビでは、ここをエンディングで歌いますということになってますんで。まあまあ、これはね、動画を見てもらうとこの意味がわかると思います。そしてこれ2番ですね。1番とコード進行全く一緒で歌詞が変わってきますけど、この言葉の乗せ方がですね、もう本当にね、かっこよくも難しいというやつでございます。はい。で、ここにも書いてあります。ここ2番やったらまたサビへ戻ると。こんな風にやって、今のは、シンプル簡単バージョンはこれで終わったんですけど、かっこいいバージョンはここ戻ったらこれ2回やろうと思ってます。オリジナルアレンジです。はい。そんな感じでガズレレの楽譜を公開しました。じゃあ出てくるコード解説見て。コード6個なんですよ。これはね、結構いいです。コード言っていきます。C と Am と F、Dm、G7、Em7 のこの入門コード。これは結構コードはですね、もう超絶簡単コードですよ、これ。この6個だけど、もう結局歌が難しいってのあるんですけど、伴奏は結構、大丈夫だと思います。はい、じゃあこの6個のコードの解説ですけど、この6個のコードはね、はい、これ、ドン!ガズレレ必須コードというコードのグループのメンバーでございます。これいつも出てくるんですけど、ガズレレ必須コードっていうのはですね、ウクレレで音楽を始めようと思った皆さんが一番最初に覚えてほしいコードのグループです。コードっていうのを覚えなきゃいけないんですけど、これがね、星の数ほどあるんですよ。もうとてもじゃないけど、ちょっと全部は覚えよう、もう無理だし、でも必要もないんですよね。じゃあどうしようかということなんですけど、ウクレレにとって、めちゃくちゃ助けてくれる、もうほんとね、頼りになるコードのグループがあって、それをこのガズレレ必須コードと言ってます。グループですから数があります。10個あるんですよ。10個もあるのかと思うかもしれませんけど、1個ずつ見たら指1本で押さえられるコードもいっぱいあって、1個ずつ見たら簡単。ただし、10個いっぺんにバッと覚えようと思うともう頭ごちゃごちゃになるから、すごく私がね、もう頭の整理ができてスイスイ覚えられる動画を撮ってます。ここにリンク貼っておきますね。この動画で、このガズレレ必須コードを覚えてください。これはね、楽しく覚えられます。三兄弟とか親戚とかそんな感じで面白おかしく覚えていくのがポイントになっております。はい、じゃあそんなことでガズレレ必須コードはやったということでございますけど、こっからいよいよかっこいいバージョンの解説に入っていきます。これですね、一応基本的にはこれね、16ビートのリズムなんですよ。チャカ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 っていうリズムなんですけど、じゃあ分かりやすいところからいきますと、サビは16ビートのチャでいこうと思います。こういうのは16ビートのチャって言うんですけど、今回ですね、この16ビートのチャに、このマーク、さっきもちょっと楽譜のところで言ったんですけど、矢印マークが入って、これはですね、書いてありますけどね、リズムの前にスコーンと食い込んでくるシンコペーションというリズムです。これをサビで16ビートのサビで、16ビートのチャでサビでやります。ちょっとこのサビ、コードを出しておきますけど、この F と G7 の前に矢印が書いてあるんです。ここで食い込んでいきます。ワン、ツー、ツー、ダリン、ユー、ネ、ガー、あなたのありがとうだーん、はい、わかった。じゃんだとだーん、これ G7 がだーんだとだーんと前に来るでしょ。これ矢印がなかったらだーんだだかだかだーんだだかだかなんだけど、矢印がシンコペーションってことはだーんすかだかだーんだすか、こんな感じで食い込んでくるというところがあります。はい、なんで基本的には16ビートのチャとこのシンコペーションが混ざってくるということなんですけど、ここから今日の一番このかっこよくもあり難しいところに来て、こんな感じで、A メロの1番とか2番とか、こんな感じでやりたいです。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じ?これがいいでしょ?ちょっとやってみると、例えば、君の顔に、昔よりシワが増えて、もこんな感じですよ。こう止まりながらアルペジオ、止まりながら16ビートのアルペジオという風な表現になると思うんですけど、まずですね、 C をじゃあコード押さえましょう。でね、右手見てて、これアルペジオの基本ですからね、まず1弦と4弦同時に弾いて、次3弦2弦1これで止めます。これ1 4 3 2 1で止めるんですよ。これが基本、でん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 で
A マイナーではこれ一回止めるみたいな、こんな感じ。これね、聞いてもらってどこで止めるか、二回弾くかっていうところがあるんですけど、基本的にはね、この、A メロのところをやると、C はやって、E マイナー7やって、A マイナーのところは、一回だけ、うん、うん、うん、ダラダダ、ダラダダ、次、ダラダダ、つか、ダーン、またシンコペーション入ってきたでしょ。D マイナーの次の G7 で前にゴンと入ってくる。このフレーズがですね、もうほぼ締めてるんで、ちょっとここ練習してみましょう。1、2、3、例えば、君のダダダダ、青にだ、ここは止める。うん、うん、はい、F 弾いて、ダーン弾いて、ダーン、ダスク、ダーン、ダーン。はい。この最後の G7 のところは、アルペジオでもいいし、このストロークになってもいいと思います。ダーン、ダスク、ダーン、僕がダダダダ、ダダダダ。はい。ダダダダってやった後に、カチャッ。叩くのもかっこいいですね。音を止めるんですよ。デレデレって鳴ってると、止めるときにカチャッと鳴っちゃうんですよね。もうつまり。止めるわけだから音。叩くというよりは、止めると久しぶりカチャッと鳴っちゃう。そんな程度でいいと思います。もう一回、いきますよ。せーの、ワン、ツー、スリー。例えば、ここね、君の顔に、昔より、シワが増えても、それでもいいんだ。ここはストロークになっても、ええでもいいんだ。でやってもいいと思うんですけど、とにかくこの最後のところの Dm と G7 のところはシンコペーションが入るという、このですね、これを弾きながら、この、あの歌を歌おうっていうんですから、もう本当脳みそがですね、もう今もガズムでちょっとギンギンになってますけど、これがね、できるとまたこう、気持ちがいいんですけど、やっぱり相当難しいというかですね、こうリズムもあるし、言葉の乗せ方とか音程もあるわけですからね、相当なんですけど、まさに今ゴールデンウィーク時間があるときにこういうのに取り組んでいくのがいいと思います。まずで、これもパート割りで練習するのがいいと思いますね。 A メロの1番をまずやるとか、こんな感じでちょっと全体ゆっくりやってみると、ワン、ツー、スリー。例えば、君の顔に昔よりシワが増えても、それでもいいんだ。僕がドドドダ、ダダダダ、ダダダダ、ツッツッダ、ダダダダ。こんな感じです。音を止めるときにカチャッと言わせる。ここがリズムに、打楽器的要素になるということで、これは相当難しいということなんですけど、はい。じゃあリズムの話に戻りまして、今日出てくるリズムは一応こんな感じ。16ビートのチャと16ビートのアルペジオですね。この弾き方でやってみようと思います。この2つの弾き方は、ここのリンク行ってください。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートのチャと16ビートのアルペジオを動画で練習してみてください。はぁ、ですね。動画で全部なってます。で、16ビートのチャっていうのはいつもこのガズレレでも言ってるんですけど、結構難しいリズムというか、結構どころか大変難しいんですよ。まずこういうリズムの基本は8ビートというリズムがあります。ジャンジャジャンジャジャ。このリズムができるようになって、16ビートっていうね、ジャンジャンジャンジャジャジャンジャンジャンってなって、それにこう、チャを入れているのに、だんだんね、階段になってんですよね。それの、その8ビート、16ビートでチャにやっていくっていう、階段を登ってこないと16ビートのチャっていうのは一番最高峰のところにあるんで、ゆったりとやってみてください。あと16ビートのアルペジオは本当は、こんな風なレッスンなんだけど、ここ、タララララ、タララララ、ここだけなんですよ。だから16ビートのアルペジオの動画、今日はあんまり参考にならないかも。さっきもちょっと何回もなっちゃうんだけど、1弦と4弦同時に弾いて、3、2、1、これ、タダダダ、タダダダ、この練習するだけでもだいぶいいと思いますんでね。はい。こんな2つのリズムで、かっこよくやってみましょう。何回も言うようですけど、このリズムとこの歌のね、タイミングとメロディライン、これ相当高難度な曲だと思うんですけど、ね、ガチャガチャしないようにゆったりやるのがまたポイントなんですよ。こういうね、もう、わーってなっちゃうんだけど、曲を聴いたら、すごく落ち着いて、しっとり感じるという。ここがね、深くもあり、面白いところでもあり、楽しいところでもあるということで、はい。ちょっとね、アクセクしちゃうんで、こう気分を落ち着けてやるのがポイントになると思いますけど、あとはやっぱりいつものことです。歌詞を読み解いて、このサビのキュンとくる感じをこう、気持ちよく味わいながら演奏してみるのがいいと思います。それではやってみましょう。片思いガズレレルかっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー。例えば、君の顔に昔よりシワが増えても、それでもいいんだ、僕は。笑顔のようにいけなくなっても心の歌は君で溢れているよ。高い声も出せ
れずに思い通り歌えない、それでもうなずきながら一緒に歌ってくれるかな、バレンばかりの拍手も響き渡る、歓声もいらない君だけ、分かってよ分かってよ、何夢が叶ったの、お似合いの言葉が見つからないよ、何夢が叶ったの、愛してるたった一度のたった一人の生まれてきた幸せ味わってるんだよ、がメインディッシュで終わりの日には甘酸っぱいデザートを食べるの、山も谷も全部フルコースで気が利くような言葉はいらない、素晴らしい特別もいらない、ただずっとずっとそばに置いていてよ、僕の思いは年を取ると増えてくばっかで好きだよ、分かってよ分かってよ、ダーリン夢が叶ったのも、もう愛の言葉が見つからないよ、ダーリン夢が叶ったのも愛してる、ダーリン夢が叶ったのも愛の言葉が見つからないよ、ダーリン片思いガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。あー切なくてキュンとくる、だけどこっちも必死みたいな感じなんですけどね、まあ、こういうなんていうのかな、バランスが取れてくるとよりねもうこの曲とか音楽が楽しくなってくると思いますんで、最初はね、まあ、どっちにしたって演奏に夢中になっちゃったり歌に夢中になったりとか、もうねしょうがないと思うんですけど、やっぱこういうのも体験で慣れていくというね、何回も何回も大好きな曲だったら取り組めるわけですから、こんな時こそどんどん音楽で深めていきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。もう僕たちにはね音楽があって本当良かったです。まだこの楽しさを知らない方にぜひ皆さん教えてあげてくださいね。お家で音楽楽しんでいきましょう。ガズレレのご案内させていただきます。今使ってるこのガズのわがままウクレレ、これベトナムで作ってるオールタンバー、オールハンドメイド製のもう高品質なウクレレなんですけど、こちらですね今ちょっと予約注文分が売り切れてるかどうかギリギリのところなんですけど、このウクレレに関する情報ここにリンク貼っとくんで、ここでちょっと見てください。もしなかったら登録しておくと次の入荷が来た時に皆さんにお知らせが行くというシステムになってますんで、このリンク先行ってみてください。あとはねいろんなことやってます。このキャップだとか T シャツすごいおすすめ。今ズームでセッションしたらね、オンラインで会う時にこう T シャツとかいいじゃないですか。あとはねこのいつも使ってるこのストラップ、ストラップはねうちのハニーが手作りしているこのストラップもすごくいいですよ。これはい、こういうのとか、ここに挟まってる水引き、これうちのガズの両親が水引き歴50年です、手作りで1個ずつ作ってる世界で一品のものなんで、こういうグッズでねまたちょっとハートフルな感じをこう共有できたらいいなと思うんで、ぜひ皆さんこの辺のことはですね、ガズレレ .com で見ておいてください。あと今日ちょっとお伝えしたいのはこのガズレシピなんですよ。このガズレシピ今ですね、バージョンアップ中なんですけど、ちょっといろんなこと調整中なんで、もうちょっとしたらちゃんとしたアナウンスをするんですけど、今ちょっと不備がある方、ホームページの中でもご案内がありますけど、ちょっと確認しておいてください。よろしくお願いします。そしてここの2冊の本、黄色と緑のリットミュージックの本、もう5万部に迫る勢いで皆さんありがとうございます。ご活用いただいているようで大変嬉しいです。これはすごく このね中にもルージュの電話入ってますからね、お願いします。そしてねこれに続く第3弾、この赤い本がいよいよ6月18日予約開始です。皆さんゲットしてください。予約しておいてくださいね。これも100曲入りです。すごいですね。今回のようにこの時間がすごくある時期っていうのは結構なかなかね珍しいことだと思います。そんな時に、ずっとこれから、一緒に歩んでいける自分で奏でる音楽をです。このねウクレレでやるの本当おすすめしたいですね。このガズレレ、ご活用ください。音楽やって免疫力アップ。僕たちには音楽があってよかった。お家で音楽最高。よろしくお願いします。皆さんごきげんよう。さよなら。